中日大野さん、7回自責点0の大炎上で敗戦投手に。何があかんのですか。大野お前が打て。勝ちたいならホームランを打たなきゃ、大谷ならそうする。自責0ってマジ？かわいそうだ。大野も反省するところがあると思う。これは立浪に負けがつくんやろ。失点1、アキーノ。ものすごい夢を見た。今日の観衆3万5000人もいるのに。早く打つ方なんとかしろ。アキーノのとこに飛ばさせるのが悪いわな。全部三振取って自分でホームラン打てば勝てるよね。中日打線、お前変わらんかったな。アキーノは守備が上手いという前評判。ほんまかわいそう。大野は次の登板までに反省点見つけろ。さすがにうせやろ。自演をしろ。大野っぽい、まさに大野。